世界は我らのものですよ。順位なんだかあれに似てる、マジムに似てる、順位るマジム。私らの出生は毎年マジムみたいなんだけどね、なんかみんな黄土色の服ばっか着てる。みんななんか黄土色土系みたいなやつらばっかり。相変わらずね、なんか俺はそのイメージが。またマイク切れてた。はい、どうも、アークです。今回はコールオブデューティーゴースト、実況プレイということで、今回はフリーフォール、リベンジマッチ、なんで爆発したんだ。フリーフォール、リベンジマッチ、行きたいと思います。でですね、今回は、なんだと。今回はですね、まあ、とりあえず、トップになるまで、フリーフォールを実況でね、頑張ってみようと、いうことでね、やっていきたいと思います。まあ、これは、ある一種の、まあ、チャレンジというかね、あと、まあ、なんでこんなチャレンジやるかっていうと、前作 BO2 でですね、あれだったんですよ。なんて言うんだ。フリーフォールのチャレンジやったんですけど、フリーフォーでね、一回も1位取らなかったっていう。なんでブレた。ね、フリーフォール一回も1位を取りませんでした。ということなんでね、ちょっとそれはまあ悔しい。まあ悔しくはないんだけども。ちょっとね、なんで1位取んないのっていうことなんで、頑張って今作ゴースト、スナイパーですね。スナイパーで、フリーフォール1位を目指して、頑張っていきたいと思います。今回第2回ということですね。前回は、ボロボロだったんで、まあ、今回もボロボロかとは思いますけども。まあ、勝ったらね、それはそれでまあ、達成と、いうことになるんで、まあ、他のチャレンジもね、やってみたいと思います。ちょっと、噛み、危ない。ダメだ。あ、てかそこ入り口あったんか。でね、まだフリーフォールのリスイチやら何やらを全く覚えてないんで、立ち回り的にはちょっと厳しいんですけれども、とりあえずどうにかしてですね、来るか、来ない。OK。さあ今5対7。で、結構まだ離されてないので、まだなんとかなるかなっていう。うっそ。でね、フリーフォール結構真剣に今やってるんですけれども、こんな感じですね。うん。とりあえずね、ボツはなしでいきたいと思います。フリーフォールで実況してるときは。とりあえずこういうことがありましたみたいな、こういう成績がこう、あったよっていうのを残すために、一応取ったものは全部あげます。それだったらね、いきなり、あい、勝ちました、終了、みたいな。オチはちょっと嫌なので、OK、いいぞ。ただそこそこ点差が、ついちゃいましたね。2倍ぐらい。どうもね、安定しないですね。え、何びっくりした。え、嘘。やばい。まあ、今回はね、まあ負けてもいいでしょうという気持ちで、心構えで。望んでまーす。危ない。ダメだな。全然勝てないな、これじゃあ。せっかくのフリーフォール実況なのに。普段やっぱりチーレスやってるとね、他のルールがね、何にもできなくなってしまう。ほんとできるのはチーレスだけみたいなね。ごめん。
あれ投げたことになんないんだ。あれ俺オフザグリッドつけてんのによく分かった。よく、あ、足跡ね、足跡じゃない、足音ね。俺も足音をね聞きたいんだけどね、実況しながら足音聞くってかなりむずい。セントリーだし、セントリーだしね。こんな感じでねスタートを切っていく。あ、こっから逆転くる、逆転、逆転あるよ。あ、逆転あるよ、逆転ありますぜ。この格付けはなんだ。お、逆転、逆転、マジで逆転。くそーくそー。よし、じゃあまあこれでセントリー上がりきるね。 OK、 よし、オラクル、オラクルいけ。誰も映んねえ、最初映んないのかなこれ、全然映んない。さあ敵はどこだ。今6点差、いけなくはない。あー、やばい、バレた。バレたでしょ、バレたでしょ、バレたでしょ。え、バレてない。ちょっと待って、これ黙っちゃうね、これ。振りを。近い。いや、打たなきゃよかった。このリス位置がね、全然わかんない。え、なになに、なにこのリス。ここ、キルされました。なんでここにリスするのって。さとこもこ。あそこ強えな。くそ。難しい。こっちにいるべ。よし。なあ、もうなんでみんなして俺を狙うのかな。わあ、なんだこれ。よし。2位がそこにいたの。厳しい。厳しいっす。10点差は厳しいっす。負けですよ、これ。負けますよ。ああ、なんで打てないの。リスに気をつけた方がいいね、自分の。わけわかんないね、これ。普段チーレスでリスするところじゃないからね。難しいんですよ。これで負けたら恥ずかしかった、今の。あ、終わっちゃった。で、今回はね、1、2、3、4、5位でした。19キルか。まずあれだね。20キル以上いかないとダメだね。俺フリフォで20キル以上いってないんじゃねえ、まだ。無理ですね。ということで今回、2回目のね、フリフォールリベンジならずということで、また次回ね、やりたいと思います。よろしければチャンネル登録、コメント、評価いただけると嬉しいです。フリフォの実況難しい。